プレイボーイカーティーは、アメリカ合衆国上ジ,ジア州アトランタ出身のラッパー、歌手、ソングライター、音楽プロデューサー。なお、日本語では、プレイボーイカルティの表記も見られるが、実際の英語の発音では、るに相当する音音韻は存在しない。2017年のミックステープ、プレイボーイカルティと収録曲、マグノリア、ウォーク、アップライクディスのヒットで広く知られるようになる。 2018年のデビューアルバムダイリットはビルボード200で3位を記録リルージーバートをフィーチャーした収録曲ショータがヒットした2020年には2作目のアルバムホールロッタレッドをリリースしたステージに立つプレイボーイカルティ1996年9月13日プレイボーイカーティーはジョージア州アトランタに生まれフェアバーンで育つラッパーになる前は NBA スターになりたいと思っていたが、コーチとの不和に陥り、バスケットボールのキャリアを諦める。2011年、幼少期からサーカルティエという名前でラップを始め、その後2013年にプレイボーイカーティーに改名した。カーティーは家族と一緒にニューヨークに引っ越し、フルタイムで音楽を追求しながら、麻薬の売人の家に滞在していた。 カーティは、エースサップモブの創設メンバーである、エースサップバリに出会い、エースサップロッキーと知り合う。2015年、ダードル、エイチとマクソクリームをフィーチャーした、楽曲、ブロークボーイ、フェティが注目を集める。翌2016年、オーストラリアドル AP モブのレーベルオーギー及び、インタースコープレコーズと契約した。2017年4月14日、初の商業ミックステープとなる。 プレイボーイカルティをリリースする。XXL やピッチフォークなど批評家から高い評価を受け、ビルボード200では最高12位を記録した。収録曲のうち、マグノリアとリルージーバートをフィーチャーした、ウォーク、アップライクディスが特にヒットし、広く知られるようになる。6月13日、XXL のフレッシーマンクラスの一人に選ばれた。 2018年5月11日、デビューフルアルバム、ダイリットをリリースし、全米3位を記録する。アルバムからは、リルージーバートをフィーチャーした収録曲、ショータがヒットした。その後2年間、彼はオリジナル曲をリリースすることはなく、フィーチャリングゲストで、いくつかの曲に参加するなどの活動に止めた。2020年4月、 カーティは2018年以来となる新曲メイをリリースする。12月25日2作目のアルバムホールロッタレッドをリリースした。プレイボーイカーティのラップはマンブルラップに分類される。もごもごとした言葉が聞き取りにくいもので、リリックを伝えるより楽器としてのフローに特化したスタイルで知られる。コンプレックス氏はカーティのラップスタイルをフローと キャッチーなフレーズをより重視していると述べ、ピッチフォークのブリアナ・ヤンガンは、カーティの音楽はリリシズムよりも、雰囲気を重視していると評している。カーティは、ベイビーボイスというテクニックで知られており、高い音程と不明瞭な発音のフローを使い、独特のグルーブを生み出す。ソランジュの、アルメダ、タイラー・アーザ・クリエイターの、アーフ・クエイク、ヤング・ヌーディーと、パイ、エレ・ボーンの、 PC パンパーなどの楽曲でこのテクニックを使っている。プレイボーイ・カーティーは影響を受けたアーティストとして、グッチ・メイン、ヤング・サグ、オーストラリア・ドル・エピ・ロッキー、リル・ウージー・バート、チーフ・キーフ、ヤング・リーン、リル・ウェインなどを挙げている。プレイボーイ・カーティーのファッションスタイルは彼のパブリックイメージの大きな特徴の一つとなっている。GQ はカーティーを ニューススタイルのリーダーと提起し、オーストラリアドル AP モブのファッションの艶やかさ、ウジベルトのパンクロック的なアティチュード、ヤッティの遊び心のあるキャンプの間にあるスタイルの中間を表現していると述べている。カーティの好きなブランドはラフシモンズやバルマンなど。カーティーはニューヨークのファッションショーでシモンズと知り合っている。カーティーはオーストラリアドル AP モブの RAF に参加しており、 この曲は、ラフ・シモンズのブランドに捧げられたものである。この曲のミュージックビデオでは、カーティ、エイサップ・ロッキー、クエイボが、ラフ・シモンズのレアな服を着ている。カーティは、ルイ・ビトンやカニエ・ウエストのイージーシーズンを、ベ・ファイルズ、ドレークのオーボルックブックなど、多数のモデルを務めている。カーティは、ナイキの CM に出演し、バージル・アブロと、オフ・ホワイトのランウェイを歩いた。 2017年、アメリカ人モデルのブラックチャイナと短期間交際している。2018年、カーティはオーストラリア人ラッパーのイギリア・セリアと交際を始める。2020年、二人の間に息子オニキス・カーターが生まれた。逮捕されたプレイボーイ・カルティのマグショット2017年7月、カーティはロサンゼルス国際空港の外で恋人と口論になり、 彼女のバックパックを掴んでターミナルの外に引っ張り出し、ドメスティックバイオレンスの容疑で逮捕された。二人に怪我はなく、翌日に2万ドルの保釈金で釈放されている。8月には容疑に問われないことが発表された。2018年2月、ツアー中にスコットランドのグレトナで運転手を殴り、裁判を経て800ポンドの罰金を課された。2020年4月3日、 薬物と銃の容疑で逮捕され、翌日に保釈金で釈放された。2018年8月、カーティーはツイッターでファンに図だと診断されたことを報告し、その後吸入器の治療を受けている。主なアルバムとミックステープ、ありがとうございます。